はい、皆様こんにちは、こんばんは、ルミティです。はい、毎日暑い日が続いていますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、ちょっとしたお知らせ、まあ告知っていうんですかね、はい、ちょっと今後の動画の予定として決めているものをお話ししたいと思います。はい、以前もですね、前回前々回と大変好評だったお譲り品なんですけれども、今週末自宅に帰るにあたって、またちょっと部屋の整理をですねしなくてはいけないなとずっと考えておりまして、で、まあ、整理するにあたってですね、たくさんのものが、はい、お譲り品として提供できるかなと思っております。一度二度私と取引されたことがある人はわかると思うんですけれども、まあ、大変、まあ、なんていうんですかね、お安くというか、まあ、フリーマーケットみたいな感覚でやっていますので、はい、100円とか200円とかそんなお値段からですねご提供していますので、ちょっと興味を持っていただけたらよろしくお願いしたいなと今回も思っております。で、まああれですね、また内容は同じようなもので、アクセサリー類、あとお洋服ですね、それとちょっと以前はお譲り品には入れてなかったんですけど、コスメ、まあ、化粧品ですね、そちらもちょっと今回は出していこうかなと思っております。ただどれもですね、まあ8割方は中古のものなので、新品のものというのはおそらく少ないと思います。なので、まあ以前と同じようにちょっと細かいことが気になる方や、使用済みのものは絶対に嫌という方はおすすめできませんので、ご利用にならない方がよろしいかなと思います。ただ、品物に関しては大変綺麗な状態でお譲りするように心がけていますので、中古だからといって汚いものは出しておりません。あと動画の方に必ず、そのものを写しますので、傷や目立つもの、あと注意点とかそういうのがあれば動画内で必ず見せておりますので、そちらはご安心いただけたらと思います。で、まあ一応考えているものなんですけど、アクセサリーが20点ほど、あとお洋服も10点ほど、他にまあコスメのものはちょっとお譲りできないかなっていう品もあるんですよね、中古品すぎて。なので、まあそういうのは10円20円とかで値段をつけるか、ちょっと譲らないかっていうところで今考えてるとこなんですけど、まあ何千円もするものをね、その10円20円でお譲りするってなったら、購入してくださる方がもしいればですね、そちらはまあ入れていこうかなとは考えております。で、まあアクセサリーに関してなんですけど、以前お譲りしてしまったものもあるので、皆様が希望されているものが残っているかわからないんですが、アクセサリーを紹介する動画で私が持っている手持ちのアクセサリーは全部写していると思うので、その中でもしご自身で希望されるものがあれば、コメントやメッセージ等で知らせていただければそちらは考慮いたします。で、出品するようにするかと思いますので、もしございましたら、はい、言っていただけたらと思います。なくてもですね、私の中でもう譲ろうと思っているものは結構決まってますので、はい、そちらの方は後日ですね、自宅に帰ってから動画の方に撮らせていただこうかなと思ってますね。はい、そんな感じですかね。一応家族が一人増えてしまったので、使うかなとか大切にしているものも思い切って出そうと思ってます。スペースがどうしてもなくて作らないと家族3人で住めないので、いらないから出すとかそういうものではないです。今回自分で気に入ってますとかって、この間動画で紹介していたものとかでもちょっとアクセサリー類出していこうかなと思ってますので、はい、ぜひよろしくお願いします。お洋服も未使用のものも、
出す予定なので、まあお気に召すものがあるかどうかは私からはわからないので、ちょっと動画を見ていただいて気になるものがあれば希望していただけたらと思います。で、一応ですね、18日に自宅に帰る予定で、それからちょっといろいろこう引っ張り出して、これは譲る、これは取っとくとかね、いろいろ私の中で決めているものをこう分別していかないといけないので、ちょっとお時間をいただきたいんですよね。なので17日、18日で、それから2日3日間ぐらいはちょっと整理の時間に欲しいので、まあ早くて20日ぐらい、20日とか21日あたりですかね、に動画を出していけたらと思っています。で、多分ですね、品物多いのと、丁寧に説明とか、あとルールとかお値段の説明もさせていただこうと思っているので、動画がやはり、まあ、前回と同じように3本とかそのぐらいになってしまうと思います。はい、なのでちょっとね、1本目2本目3本目と同じ日に出せるとは限らないんですけど、ちょっとこうチェックしていただいて、で、またちょっとですね、早いもの順でとは思ってるんですよ。オークションではないので、競り合ってとかそういうものではないのでね、ちょっと欲しいですと言ってくださった方からということになってしまいますね。で、住所交換というか、私が住所をもうすでに知ってる方は結構なんですけど、はい、住所を私が知らない方は住所を教えていただいて、初めて商品をお譲りするというのを確定したいと思ってるので、はい、ちょっと気になるものがあるという方、まあ、アクセサリーの方は前の動画を見ていただくと分かると思うので、ちょっと目星をつけていただいてですね、もしございましたら先に、はい、言っていただけたらと思います。そんな感じですかね。はい、あと何かあったかな。ちょっとあまりあっちに帰ってから落ち着かないと思うのでね、メッセージとか少し滞ってしまうこともあると思うんですけど、はい、ちょっとお許しいただけたらなと思います。お部屋を整理し終わったら、はい、また元気に再開していきたいなと思ってるんですけど、はい、ちょっとお譲り品の方も全部終わってからじゃないと難しいかもしれないですね。はい、お譲りに関してはスムーズにさせていただこうと思っているので、はい、そちらの方はご安心ください。はい、そんなところですかね。まあちょっと暑い日が続きますけどね、皆さんね、水分補給してあまり無理をなさらないようにね、されてください。甲子園も始まっててね、あんな炎天下の中具合悪くなる人いないのかなとかちょっとテレビ見てて心配になっちゃうんですけど、はい、あと、まあ、知る人ぞ知るコミケが始まってですね、今日3日目かな。はい、ね、あれもね、待ち時間結構暑いんですよ。外でずっと屋根のないところで並ぶので、私も毎年高校生とかね行ってましたけどね、もう死にそうなぐらい暑かったですね。冬は死にそうなぐらい寒いんですけど、はい、あとはモーターショーに行ったり、ワンフェスだったかな、フィギュアのおもちゃみたいなやつのね、やつに行ったり、いろいろなところに行きましたけどね、夏とか冬とかそう極端な時期が多いので、そういうのは、はいね、ちょっと思い出すと頑張ってたな若い頃はっていう感じなんですけど、はい、今はねちょっとクーラーの効いてるお部屋で明人くんと涼しくね過ごしているので、逆にちょっと夏風邪の鼻バージョンみたいになっちゃってですね、くしゃみとか鼻水とか結構出ちゃって困ってるんですけど、はい、まあ元気にね頑張って夏を乗り越えていきたいなと思っております。はい、ではですね、ちょっと最後の方は雑談をさせていただきましたが、はい、一応告知ということで皆様チェックしていただけたらなと思っております。
ね、綺麗なものでもちょっとお譲りできなければもう捨ててしまう決意でいるので、もう取っておいてもね、部屋が綺麗にならないのはよく分かっているのでね、あきとくんのお洋服とかちょっと本当にしまうところを作らないとなと、ね、自分で捨てる覚悟を持って頑張ろうと思ってます。はい、ではですね、以上で終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。バイバーイ。